Hello, and we're back with more Digimon. I am the sleuth, Pixel Doctor. I am Fexstick of the detective's office. And I am the missing deadlock. Where are you indeed? Am I in the digital world? Hey, chapter 12. Okay. You're right, Deadlock. Right at the start of chapter 12. Alright, the tone of this game has dramatically shifted. And we took a week off. Do you know how to read Wingdings? Unfortunately, I don't. Well, that is unfortunate. Oh no. この兄だ。ああ、僕の肉体はエデン症候群になって眠っている。君と、いや、君とは違うな。僕は完全な電脳体だからね。とにかく妹を侵食から救い出してくれて、僕も優子を侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければあのまま取り込まれてしまったはずだ。まさかあんな方法があったとは。君のコネクトジャンプには本当に驚かされる。しかし君がイーターとつながってくれたおかげでこうして会うことができた。そう、僕が君を呼んだんだ。君はそれに応えてここへ来てくれたんだろう。気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。それは災難だったね。僕が呼んだせいもあるだろうけど、誰かの呼び声に応える、君にはそういう力が備わっているんじゃないかな。ここがどこなのか気になるかい？ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君と会う、君は僕の呼び声に無意識下で応えてそのネットワークにアクセスした。君の中に僕のかけらがある。断片化された僕のメモリが、それを通して声を届けることができた。嬉しかったよ、君が持っていると知った時は。ただそのせいでいろいろと迷惑もかけたと思う。ここへ来て君が体験した妙な出来事は全て断片化された僕の記憶の影響で見たものだ。他にも似たような体験を君はしているはず。それらは僕の記憶の断片が引き寄せていた。かくいう僕も
本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな断片で、君にとっては迷惑そのものなのかもしれないな。僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど、なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな。優子や特にノキアを怖がらせてしまって、君に迎えが来たよ。驚きだな、どうやってここを見つけたんだろう。とても深く強く君とつながっているらしい。Guess who? 僕の声に答えてくれてありがとう。君に会えて本当によかった。ユーゴやノキア、アラタに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから僕を探す。At least we know he's, you know, alive in some... Oh, shit. Yeah, things aren't exactly okay. No. The world has kind of gone to shit. Man, I was gone for like a week. いっぺんに質問してやるなよ。一週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって心配して当然です。 I can't believe that, yeah, you've been gone a while. Yeah, I can't believe that actually lined up with the break for us. ああ、はいはい、わかったわかった。とにかく無事でよかったじゃねえか。詳しい話は直接会ってから、それでいいだろ。Who the fuck put this under my thing? それじゃ、今から中所で会おう。That was deadlock. 早く事務所に戻りたいだろうし。じゃあ、後でな。For those interested, we're starting a Minecraft server. By this point, it's probably up and have invited more people to it. Easily.I was wondering why my plot in town was screaming at me. Tis because the two of you may in fact be dicks. I didn't do anything. Well, one. Yeah, I had no involvement. Whatever, being honest. I had no involvement besides complacency. そいつは無理な相談ですぜ、新たな旦那。ゆうこっちってば、この子が消えちゃってから超超超超心配してたんだから。誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この1週間寝覚めが悪かっただけです。行方不明になるならちゃんと私がお礼を言ってけじめをつけてからにしてください。オタク、そのツンデレレベル高すぎだろう。ともかくあの時はありがとうございました。心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。京子さんもずっとお前を探してた。ただちょっと前から連絡が取れねえんだ。無事に帰ってきたこと京子さんに伝えておいたら、君のデジバイスからなら連絡取れるかもよ。お宅のデジバイスでもダメか。京子さんどこ行っちゃったんだろう。
If I find out Kyoko's a Digimon, I'm actually going to be a little... Well, I'm going to be surprised, but I feel like it... I don't know. I feel like that undermines her character a little bit.外見ただろう。あれ以来世界が変わっちまった。テレビだってこのニュースばっかやってやがる。何も知らない自称専門家さんが毎日ご考説垂れてるよ。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気配はありません。デジモンたちも現実の東京を自由に闊歩している。デジモンが実体化するのはまだいい。まずいのはイーターだ。あいつらは見境なく人を襲うからな。クソ、俺がもっと早く止められていれば。もう新た、それはいい子なしって決めたじゃん。こんな悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに襲われてるんだぜ。それはそうだけどさ、岸辺、ロードナイトモンだっけ？まだ見つからない感じ？はい、まだ足取りがつかめません。神城の CEO 岸辺リーはハッカーに拘束された。事実を知らないマスコミはそんな憶測を報道していますが。何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオッケーみたいな。無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし、実際ハッカーが失敗したせいで被害が出てるんだ。だからそれよりオタクが行方不明の間一体何があったんだ。なんとも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでもなさそうだ。本当に兄さんに会ったんですか？兄さんはエデン症候群になってセントラル病院でずっと意識不明のまま眠っているんです。その兄さんと会話ができたなんて。エデンのアバターのようなものだったんだよね。私を助けてくれてありがとうと、そう兄が言ったんですか？お兄ちゃん、私兄を救いたい。エデン症候群の治療法を見つけ出します。ひいてはそれがたくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。そのためにも私はもう一度あの人に会って決着をつけます。岸辺リエ、いえロードナイトモンに。あの人は父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。俺も岸辺は許せねえ。あいつはハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろう。強力なデジモンやイーターに対抗する手段見つけ。私はデジモンたちが気になるかな。いきなりこんなことになってパニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。わけわかんなくて怯えて暴れたり。このまま放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンを手伝う。つまりラブラブデジモン絆大作戦マックス。どうやらやりてえこと、いややらなきゃいけねえことが決まった。ですか？反電脳体か。この規模のデジタルシフトが起きてんだ。オタクの体にも
影響が出ちまってるのかもな。あ、刑事さん。おお、やっぱりここに集まってたか。京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか？いや、用があるのは俺だろ。よくわかったな。そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキングの件についてだよな。ああ、間もなくお前、真田新たが指名手配されることになっている。どうしてそんなことに？東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。待ってください。ハッキング行為は事実ですが、あれには正当な理由が。リエさんの失踪についても。分かってる。だが上はそれらの件で真田新を重要参考人として取り調べるつもりでいる。ここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だろ。お偉方の考えそうなこった。悔しいがその通りだ。だが俺は京ちゃんから事情を聞かされている。今東京で起きていることについても君たちほどではないが多少なりとも理解しているつもりだ。必ず俺が上と話をつける。だから真田、ここはおとなしく警察の保護を受けてくれ。いいな。嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うつぼだぞ。お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いてくれ。ねえ新た、さすがにここは刑事さんの言う通りにした方が良くない？それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。一連の事件には私たち全員が関わっている。いわば私たちは共犯。新た、おいおい上白優子さん、話がややこしくなってますけど。これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。カッコつけるのはやめてください。そういえばオタクはユーゴだったな。なら最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人で突っ張ってたわけじゃねえんだわ。それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。俺らにはやんなきゃいけねえことがあんだろ。今のは聞かなかったことにしてくれよ又吉さん。ま、言われなくてもそうしてくれるとは思うけど。優子たちが共犯ならあんたもだよな。何の話だ。すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろで聞いてなかった。助かるよ。あと悪いけどやっぱあんたの話には乗れねえわ。あんたみてえないかつい大人に保護されるなんてまっぴらごめんだからさ。勝手なことばかり言いやがって。あのな、今は強がり言ってられる状況じゃないんだぞ。そんなんじゃねえよ。警察が事情を話して分かってくれる相手だとは思えないんだね。まああんたのことは信頼してるけどさ。つうわけでこれから晴れて全国指名手配犯ってわけだ。また一つ俺様レジャーけど、もうオタクらとは一緒にはいられねえな。ハルタ！おい待て、真田！勝手な真似するんじゃない！バッカじゃねえの？待てっつわれて待つハッカーなんていねえっつ！自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げ切れんじゃねえの。おっと、そうだ。オタク、マジでお人よしすぎだから、その面倒な性格、ちっとは直しとこうな。Oh, start to become edgy. Starting to? そんじゃな。オタクらと遊ぶの。Yeah, I feel like he hasn't really been that edgy up until this point. Hmm,
Have we been watching? Have we been watching the same Arata? Arata, why? Arata-san が罪をかぶってくれるおかげで、私たちはこれまで通り自由に動けます。これで事件の早期解決も望める。事件が解決すれば、Arata さんの冤罪を証明できるはず。それが Arata さんの狙いです。え？あ、そういうこと？それならそう言ってよ。めんどくさい、めんどくさい、カッコつけアラタ！確かにあのカッコつけようは、もはや病気の域ですね。ですが、そのために背負ったリスクは大きい。アラタさんの覚悟、無駄にはしません。そうだね。私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。私はリエさんの行方を追います。何か分かったら連絡しますので。私はデジモンラブラブ絆大作戦マックスを敢行しつつ、デジモンたちから情報とか友情とか愛情とか集めてみるね。なんだよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行く。As if you'd be able to keep her away. True. なーに、人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが。おい、しょげてたってしょうがねえだろ。気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ。そのうちフラッと戻ってくるさ。にしてもお前だけとは想定外だったぜ。ああ、どうすっかな。うぜえ、なんかすげえうぜえ。ま、へこんでるよかマシだけどな。しょうがねえ、お前でいっか。あたしも手が回んねえし。ちと分けありを拾っちまってよ。ねえ、もういい？ Does he have a Digimon partner now? いいぞ。I wouldn't say partner. Oh boy. 僕、ロックモン。よろしく。ねえ、この人？僕の相談に乗ってくれるのって。こいつが依頼者だ。人探し、いやデジモン探しを頼みたいんだとさ。 Alright, this is definitely a turn I did not expect. And we're already in chapter 13. Okay, chapter 12 is really short. It's just exposition. Sometimes that's all it is. Well, that's fine. Sometimes that's all you need. Yes, we're getting closer to the end.私のドコモンとはぐれちゃったんだ。小さい子だから迷子になっちゃって。お願い、町でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、放っておくわけにはいかねえし。で、思いついたのがお前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件得意だろ。今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。私ら警察もどう対応していいんだかはっきりしねえ。なのに偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別に暴れるでもないし、それか、かわいいじゃねえか。ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。デジモンだからってこんなやつを無役
とっちめるのも柄じゃねえし、害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。ごめんね、デジモンにもいろんなのがいるんだ。おとなしいのとか暴れるのとか。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。それより後で耳触らせろや。何モフモフさせてんだから気持ち。とにかく私は又吉さんとこに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから、最後までちゃんと面倒見てくれよ。分かった。人間だろうがデジモンだろうが、依頼者は依頼者だ。嫌も王もないだろう。安心したぜ。じゃああと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら容赦しねえからな。ああそうだ、又吉さんから伝えとけって言われたんだ。お前のダチの新田だっけか。つまり晴れて全国指名手配ってことだな。頭の固い上層部の連中はあの新田ってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ、又吉さんすんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持ちやしない。あいつが逃げたせいでさらに怪しまれちまったし。まあ心配すんなって、又吉さんが動いてくれてんだ。絶対悪いようにはなんねえよ。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒見てくれてさ。お前らなんか事情があったんだろ。安心しな、又吉さんはそういうやつのことを見捨てたりしねえよ。じゃあな、このチビのことよろしく頼むな。君の友達も迷子なの？じゃあ一緒に探そう、きっと見つかるよ。よーし、そうと決まったら友達探しに出発進行。It's a very positive lap on. Well, yeah, he's got to be positive. Look at the state of the world. What are you doing here?Well, did you expect otherwise? Did you forget about him? Yes. Entirely so. How dare you? I don't know if the response to those texts actually does it. I don't think so. Not realistically, anyways, as far as I can tell.Well, we're gonna pull heal my dudes real quick so I don't have to spend any items. Grab any items that may have been. Okay. Downside of being level 99, you don't get heals by leveling up because there is no level up. That being said, all those cutscenes actually took up the whole episode, so. I mean, I'm not surprised.We made it past chapter 12 at least, so, you know, progress. I mean, it was a lore-heavy episode. So, we'll see you guys next time for probably a more action-heavy episode. Later.